今回藤めぐさんとか行ったじゃない。あ、行きました。あれはどうして行こうと思った。あれはもう本当にもう試合前だし、もう今だと思って、もう自分から勝手に連絡してで行きましたね。本当思いつきですね。めちゃくちゃ走らされてた。めちゃめちゃやりました。もう本当にこっちじゃ絶対できないトレーニングだなと思って。あれは何本やるの。10本やって、坂も10本やって、よーいスタート。藤めぐさんも現役の時やってたって言ってたんで、そのびっくりですよね。本当これを自分で一人でやってたって言ってたんで、藤めぐさんが指導者としていて、で一緒に走ってくれる人がいたからこそ乗り切れたけど、これを一人でやるって相当すごいなと思って、なんかそういうのもすごい刺激になったりとか、で午後も練習してめちゃめちゃきつかったですね本当に。階段がもう本当にきつかったです。体バキバキになって、そこも試合だと思って全部想定してやれって言われましたね。毎日さ、その東京出てる千葉でさ、はい、フィジカルとかやってるわけじゃん、はい、で、行ったらこれかって思われた。いや、ちょっといや、本当にあんな長い階段ってこっちにないじゃないですか。もう一本でいっぱいいっぱいで決めるための坂だね、そういう意味で。いや、本当そうでしたね。気持ちの部分でも鍛えられたし、迷ったら一歩踏み出る、なりたい自分になれるような動きを、躊躇なく惜しみなく。やっぱリスクは背負う部分はあるんですけど、でもそのリスクを背負わないことには成功っていうかフィニッシュにはなかなかつなげれないので、広島に来たことによってそういうパワーの源になる引き出しが一個増えればいいなと思って頑張ってもらいました。